小田目クロスパス森田ねドライブでパスティッシュパスからのダンク。そうなんですよね、今サイモンが出場していませんのでこれも森田ねからこのディッシュパス、そしてこのダンクでした。前の試合から感覚は空いていますが今日もいい形で決めています。ちょっとゾーンにはなっているんですけどね今日の、うん、なるほど西野これを決めます。最後しっかりと西野も京都からするとここで差をつけたいところですよね、ま、そうですね、はい、デンドラメスミダこれを決めていきました。スリーポイントバンズ井上井上の得点です。さあ京都はまた得点を決められるか。ハイローの合わせ、まあ、距離ね長かったですけどねけパス、はいはい、なかなかいいパスをしましたよ。いやこれただ立て続けですよね。あっペンドラインマカドゥ関の久竹の渋谷足からマカドゥゴール下しっかり決めていきます。水田ハーパーへ、うん、しっかりとハーパー両サイド石井とベンドラメがセットされていますが西野ドライブでいってちょろちょろ持っていくのいいですよね。そうですね、はい、それでしっかりと決めて鈴木が引っ掛けていきましたが石井には当たりました。西野手回しを滑らす西野決めてきました。うん、これで同点に追いつきました京都です。京都アクターはプレッシャーをかける西野だ。西野が打って決まらない。さあオーバータイムで渋谷ボールです。高橋浮かせてこれが決まらない。あーオンゴールですね。高橋真っ白すぐなかったベンドラメ下がっていく久保田がついています。ここでマカドゥ決めてきました。ハイロー石井だベンドラメこれが決まりました。また久保田が関野の前にどういうプレーができるか。ここでパスを通した、これが通ってこれを決めた。高橋外からシュートを打ってこれを決めてきました。